株式会社、マルト・長谷川工作所は、日本の新潟県三条市にある競馬ブランドの手動工具メーカーである。ニッパー、ペンチ、プライヤなどハサミもの工具の専業で、多くの国内外有名総合メーカーに OEM 供給し、その高品質から多くの外国メーカーで研究対象とされている。チームルマンに、ラジエター修正工具。 メタペンが採用されている。1924年に創業者の長谷川藤三郎が東大阪でペンチに出会い、初めて新潟に単造マシンのスプリングハンマーを持ち込んだ。当時、国内市場は先行する関西工具メーカーが強く、そのため海外に販売市場を求めていった。現在も50%以上が輸出であり、タミヤブランドのプラモデル用ニッパーをはじめとして、 国内外の有名ブランドプライヤーの OEM を手掛けている。素材から仕上げ梱包までを自社工場で一貫生産をしている。生産設備は独自に工夫がされており、通常半日かかる単造金型の交換もカートリッジ方式により6分40秒で可能である。単造ハンマーは約打つ抜くの3工程を一人で行う。 機械加工設備もニッパーの12工程の加工を一人で全て行える。刃物の熱処理は工程ごとに何度も行われ、刃先の仕上げ陣付けは全数で仕上げで行われる。これらの技術が高品質のカッターを生み、今では高価格のプロ用、ネイルカッターの分野に進出している。パワーアップペンチップ -166 競馬は、 同業他社に比べ1945年頃と、早くから、工業デザインを取り入れている。東京美術学校図案家、小杉次郎とは、1982年グッドデザイン賞、ワイヤーストリッパー WS-006008005 と1982年グッドデザイン賞及び1996年、ロングライフデザイン賞受賞の、 スナップリングプライヤー S-026 を開発。デザイナーのハブミチオとは、1986年、グッドデザイン賞、パワーアップニッパプ,プ -2661988 年、パワーアップペンチップ -166 を開発している。自社デザインによる、商品、ニューセラミックチップ付けピンセット TCS01 で1986年、 グッドデザイン中小企業商品賞を1994年光ファイバーケーブルカッターで中小企業庁長,長官特別賞を受賞している。他に1991年 L5 ニッパープラスチック用1996年ハイレベルエージペンチケーバールファなども自社デザインである。ケーバのデザインは工具本来の機能を最優先にした機能美が デザインコンセプトであることが特徴である。デザインへのこだわりは、商品だけにとどまらずカタログパッケージポスターにも見て、撮ることができる。ペンチラジオペンチニッパー爪切り、リ、美容ハサミ、ピンセット締め旗、マルト長谷川工作所採用情報、タミヤ公式ガイドブックミニ四駆超速カスタム入門、TMFL バージョン71ページ、76ページ、 工具の本72ページから77ページ、コートバンク、ハットジャパンデザインネットハット、ツールズナウ道具大全107ページから109ページ、ウルトラパテントにて検索、ウルトラパテントにて検索。ありがとうございます。